超音符、超音符号、超音記号、または音引きは、このように書き表される、日本語の記号の一つ。棒引きとも言う。また、俗に伸ばし棒とも呼ばれる。漢字字数における名前は、カタカナ、ひらがなプリロングドサウンド MARK である。カナと共に使われ、直前のカナで表されるモーラに1モーラを加え、直前のカナの母音を普通の倍の2モーラに伸ばすことを、 表すその場合、音素の一つとして、直前の字と共に一つの音節を構成し、直前の字の母音は長母音となる。長音符は主にカタカナで、外来語や擬音、擬態語の長音を表記する場合に使われる。現代の日本語の表記では、外来語や擬音、擬態語以外でカタカナを使う場合は限られているが、外来語や擬音、擬態語以外では、 カタカナ表記であっても原則として、超音符は使わず、下記のひらがなと同様の方法で超音を表す。ただし俗な用法として、飛行機、携帯などのように、超音符を使う場合がある。ひらがなでは、通常、超音符は使われず、現代金遣いに基づいた、別の方法で超音を表す。ただし俗な用法として、感動詞、擬音、擬体語や方言、俗語、 語調の協調による彫刻の表記などに、ひらがなでも超音符が使われることがあり、特に漫画の書き文字に多用される。漢字音を示す。振り仮名の場合、現代的な中国語などの発音には、カタカナ表記で超音符を使うが、それとは別の日本漢字音には、カタカナ表記、ひらがな表記のいずれの場合も原則として、超音符は使わず。 上記の現代金遣いに基づいた方法で超音を表す。アダン、イダン、エダンの超音は、ヘボン式ではそれぞれ、AA、2、A と表記し、訓令式ではサーカムフレックスを用い表記する。ウダン、オダンの超音の表記はいくつかある。例として、東京のローマ字表記を挙げる。このうち、1と4が内閣国字における公式の表記であるが、 2や3の表記も広く使われている。母音字の上にサーカムフレックスをつける。例、東京母音字の上にマクロンをつける。例、東京超音を無視する。例、東京同じ母音字を続けて書く。大文字の場合は、これが内閣国字における公式の書き方の一つである。例、東京、東京、H を母音字に後続させる。例、 東京現代金遣いをそのまま、ローマ字に綴る。例、東京母音人の後にハイフンを書く。例、通教正確に、日本語の発音をローマ字で表記した上で伝えたい場合は、規格として定められた1、あるいは2の方法の手段を取ることが無難である。例えば、上記それぞれの場合において、超音。 超音という言葉をローマ字で表記する場合、定められた表記は超音及び超音である。超音符を複数続けて長さを表現することがある。また、楽譜では伸ばしている音符の歌詞にを書き続けることで表現することがある。例砕けた表現やより長い音を表すため、波型の超音符を使用することもある。この場合、波ダッシュや波型の超音符、 の二つが使われる。例変形を行い、ループした形状の超音が使用されることもある。例矢印を用いた、や、気分や音調を加えた、や、が使用されることもある。例日本語文字列称号順番は、辞書などで相当を行う場合に、文字の並び順を規定した国家規格であるが、この規格では、超音符をかなにする場合のルールとして、直前の文字の小書き文字を、 通常の文字に直し、落音、半落音を除き、超音符を次の文字に置き換えるとしている。超音符は外国語を表すのに使われたのが始まりと言われ、江戸の儒学者なども使っていたが、明治時代に一般的となった。弾く音の陰の,の右側の作りから取られたという説がある。1900年、小学校霊思行規則によって、小学校の教科書に、 棒引き金遣いを使うことが定められた。これは漢字音や漢動詞の超音を使って表すというもので、校長を、校長、ああを、ああ、いいえを、いいえとするような金遣いであった。しかし、1908年に文部省令で廃止された。横書きの超音と縦書き超音の両者が使われている実例。中央の縦書き看板と、 右側面の横書き看板では、ドンキホーテの超音の表記が異なる。外来語、特に英語の語末が ER、OA、R などに当たるものについて、超音符を付ける流儀と付けない流儀がある。1991年の内閣告示、外来語の表記は原則として、超音符を用いて書き表すが、慣用に応じて、超音符を省くことができるとしている。 次の二つの例を示している。企画表の様式及び、作成方法の企画の2008年版までは、一定の基準によって、超音符をつけるつけないを定めていた。超音符を省略する理由は、当時の活字などの印刷コスト、紙面や画面上の表示スペース、記憶装置などの節約と言われている。しかし現在の日本産業企画実8301、 の2019年版では、超音符を省略するとした基準そのものを廃止し、単に外来語の表記は、主として外来語の表記による、として内閣告示に完全に準拠することとした。テクニカルコミュニケーター協会のガイドラインでは、超音符をつけることとしている。このガイドラインには、16ページの表記と言語の一覧が付属している。 一般社団法人日本翻訳連盟は、その日本語標準スタイルガイド、翻訳用において、カタカナ語の末尾の超音は原則として省略しない、こと、超音表記のルールについては、上記の外来語表記ガイドライン第3版に従う、こととしている。現状では、政府、官庁、関連企業、マスコミ、教科用図書などの対応は、分かれている。法令。 観光庁の公文書、国会の議事録などでは超音符を省略する場合が多く、一般向けのマスコミや教科書などでは超音符を記載する場合が多いが、それぞれ反対の場合も、混在の場合もある。例として、航空自衛隊がヘリコプターと表記した同一機種をメーカーの三菱重工がヘリコプターと表記している。工学分野では、 外来,来後の最後の超音符を記載しない監修もあり、分や時期、企業などにより対応が分かれており、表記揺れがある。またコンピュータ業界では対応がほぼ2分されており、伝統的な国産メーカーは超音符の省略が多いが、IBM やインテルなどは従来より超音符を表記しており、HP やマイクロソフトは2008年7月25日に、 超音符を省略する記法から、超音符を表記する記法に変更した。ただし、アクセサリー、カテゴリのように、威列で終わる後には超音符は付けないこととしている。展示では超音符を次のように表す。モールス符号では超音符を次のように表す。ありがとうございます。